こんばんは、錦の工房です。今回は、クーガダンの大義フォルゴの、立体カードの紹介に動画になります。ということで、フォルゴ、ちょっと比較用のカードがちょっとないのであれなんですけども、皆さんご存知でしょうか。あのカードサムネにもある通りなんですが、めちゃくちゃ激渋、かっこいいですよね。はい、発売当初からめちゃくちゃかっこいいなって思ってた方結構多いんじゃないでしょうか。ということで、ポンと、はい、こんな感じになります。どうでしょうか。ですね、構成は20周年祝と、普通のシークレットですね。ネームプレートに、普通のシークレットと、マーカー部分にレリーフ、背景にレリーフ、本体にリリーフのね、まあノーマルとほとんど質感変わらないんですが、まあ、リリーフのものとなっております。結構渋いですよね。この祝20周年祝の赤のやつもいいなと思ったんですが、まあ依頼者さんの要望でこういう感じの構成になりました。シークレット、うん、シークレットかっこいいよね。うん、僕もちょっと同じの作ろうかなと思ってるんですが、はい、ネームはこのシークレットが一番入るんじゃないかなと思いますので、ちょっと真似したいなと思います。すっげーかっこいいよなあ、すいません。さあ開けていきましょう。この動画ではこういった、立体カード、あの遊戯王をですね、主にメインで作ってるんですが、こういった作品の、紹介動画ということでよく上げておりますので、よかったらね、いろんな作品あるので見てってください。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、こんな感じで仕上がりました。20周年祝のこのマーカーといい、映えますね。はい、めちゃくちゃかっこいいイラストなので、本当にもう作る前からかっこいいなと思ってました。背景のね、レリーフ部分なんですけども、これがね、アジア祝と、普通の通常版の、あの祝じゃないや、レリーフとでちょっと質感違うんですよね。光り方というか、この背景の部分だけが、アジア版かな、アジア版の、レリーフになってます。ちょっとね、日本語版よりがギラギラしてないというか、ただシンプルにザラザラしてるっていうのがアジア版の、光り方になるんですが、どうでしょう、こっちの方がまあ若干見やすいかなっていう感じですよね。こっちの方が僕も結構好きなので、こっちの方が良かったなと思っております。マーカー部分はやっぱり、うん、シークレットとかもいろいろありますけど、レリーフがかっこいいかな。うん、個人的にはレリーフがすごく好きです。うん、また20周年シークレットのこの感じもいいですよね。ゴージャスでとっても素敵だと思います。そうだな、こだわった部分どこだろうな。まあ、基本的にあれですよね、シワ部分ですよね。シワとかくしわの細かいとことか、はい、結構時間かかった作品になったと思います。こんな感じでどうでしょうか。そしてこだわりのワンポイントということで、ウルトラレオを1枚この剣のこの部分だけに、はい、フォイルを使っております。ちょっとライト当ててみましょうか。そう、ここだけギラーンと光るんですよ、刀のところだけ。これめちゃくちゃかっこいいなと思って、そう、このワンポイントだけウルトラレアを使うっていうことをしております。このワンポイントっていうのが本当にいいんですよね。あのいろんなところにウルトラレアを散りばめるっていうのもまあありちゃありなんですが、本当にワンポイントワンポイントにウルトラレアとか、リリーフのリリーフとかを使っていくっていうのが結構こだわりになっております。はい、かっこいいなこれ自分でももう一回作りたいなって、個人的に欲しいと思って作ろうかなと思ってるんですが、クーガダンの大義フォルゴ本当にかっこいいですよね。なんかかっこいい、かっこいいって言ってたって話ですがすげえなー。この外枠の20周年祝の方もいいなと思ったんですけど、僕はちょっと20周年を切る勇気はないというか、そのお金はないというか、うん、なのでまあレリーフか、まあ、ウルトラレアで枠組みしようかなと思ってます。いやー、いいですねこれは。うん、つけてた方が分かりやすいかな。はい、こんな感じで
置いておきましょうか。クーガ団の大義フォルゴの、立体カードの紹介でした。あのね、いつもフォルゴとか、ヒーターのノーマルと、20周イエシクといろいろ組み合わせたものとか、あのかなりリピーターさんで、あの何度も何度も依頼してくださってる方なんですよね。これも、はい、喜んでいただけると嬉しいです。はい、こんな感じで。いやー、この武器持ってるっていうのかっこいいですよね。そう、そう、しっかり持ってるんですよ。腕の形とか角度っていうのが伝わってくれれば嬉しいです。右手でガシッと掴んで左手で添えてっていう部分がね、布の美味しさの出し方とかうまくできせているんじゃないかなと思います。スッと、これ綺麗だな。ウルトラプロのケースリーです。こんな感じで、はい、ということで丹精込めて作りましたので喜んでいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。